じゃあ、いきますね。はい。よし。ちょっと一人だけ。せーの。こんにちは、姫ひまです。そして、皆さん、こんにちは、おさきです。はい。お久しぶりです。お久しぶりです。ということで、今回は、おさきちゃんにちょっと来ていただきました。ありがとうございます。お願いします。何年ぶりじゃない？でも今年新大久行きましたよね。行きましたね。それ夏だっけ？そう、夏ですね。だから半年ぶりとかだ。すごい。おー、その時今高校決まってなくて、で高校の相談とかもしたじゃないですか。おさきちゃんにマジで全部私相談してるんですよ。中学のことも受験のことも相談して、じゃあ最後次は高校だと思って。そうだね、入ってから。そうなんですよ。だから高校生活のちょっとお悩みを相談したいなと思います。聞いてください。はい、お願いします。はい、では早速やっていきましょう。レッツゴー。ゴー。はい、ありがとうございます。てかちょっと聞きたいんですけど、てか言いたいんですけど、なんか聞いてください。私、おさきちゃんとコラボ言うて3回ぐらいじゃないですか、まだ。うん、そうだね。なのになんか、あの、おさきちゃんとひまちゃん推しですって言ってくれるんですよ。いるよね。でもなんかさ、そう、あのおさひまなんか画像とか作ってくれる。そう、嬉しいと思って。ありがとうございます。じゃあ乾杯。これはマンゴーフラ…え、でもフラペチーノなんですね、一応ね。マンゴーパッションティーじゃなかったっけ。ですよね。あれ、うん、美味しい。なんか乗せた方が美味しそうじゃない。ちょっとですね、じゃあいろいろ帰ってきたので、はい、一つずつ聞いていきますね。はい、お願いします。これ前も聞いたんですけど、その入学の時の周りの反応っていうのは、まずその入学式の日はどうだったんですか？入学式の日は、私のチャンネル見てくれた同世代が多いから、結構入学式の時にバレるのかなと思って結構不安だったんですけど。ですよね。でも行った時は一切声かけられなくて、入学式の時は。え？そう。でさ、入学式ってさ、式終わったらそこを帰るじゃん。だから、それまで何にもなくて、本当に。へぇー。で、そうやってみんなで並ぶけど、何にも、誰からも話しかけられないし、ええみたいになんないんですよ。私のことあんま分かんないのかなと思って。そう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 、思って、なんかこれだったらやりやすいかも、生活しやすいかもって思ってたら、その次のさ、登校日にみんな気づかれて。やっぱそうですよね。そう、多分入学式の時にちょっと感づいて調べたのか分かんないけど、最初の登校日とかに確信した人たちが、多分私のことあんま知らない人でも話しかけてきて、あーるあるあるあるよね、YouTuber なんですかみたいな。ある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 。学力調査とかありました？入学前にクラス編成テストみたいな。あったありました。あった。その時は言われなかった？言われなかった。えぇ、あれは行ってやって帰るだけだから。え、そうですよね。でも入学はやっぱそんな感じなのかな。でも入学式の時、並んでる時に2人に声かけられたわ。え、2人だけ、それだけ、2人だけだけど。え、男子とかには声かけられるんですか？あ、かけられる。え、ですよね。 LINE 交換しませんかって言われた。 LINE？ え、交換するんですか？しない。ですよね。ですよね。なんかね、めっちゃ言われるの。 LINE 交換しませんかとか。でもちょっとなんかさ、キュンでくるじゃん、告白みたいじゃん。男の子からさ、 LINE 交換しませんかって言われたことないからさ、ちょっと怖いじゃん。怖いです。 LINE じゃなくてインスタをつながりませんかみたいな。そうですよね。そうそうそう、私もそれのためのアカウントを作ったの。高校の人とつながるアカウントを作って。あり。そう。あ、そうしよっかな。そうそうそう。たまになんか景色あげたりしてるだけみたいな。 DM だと送りやすいからいいよね。 DM いいですよね。そう。あ、で、あの、友達はすぐできました？すぐできた。へえ。私めっちゃ中学の時友達少なくて、もう1人とか2人とか信用できる人いなかったんだけど、そう、考え方を私改めたんです。へえ。なんか私は中学の時は人怖いみたいな、なんかさらされそうで怖いとか思ってたから、はい、もう私壁作ったんですけど、はい、もう高校では誰とでも仲良くしようと思ったんですよ。高校では友達作ろうと思ったから。え、こういう人いました？なんか、あの、うさぎチャンネル知らないですって言ってきて、実は知ってました。いるんですか？やっぱいるんですか？いる。え、YouTube やってるの？みたいな。まあやってるよみたいな。まあちょっとだけだけどねみたいな感じで言ってたけど、後々知ってたみたいな。え、やっぱあるのか。あるあるある。多分さ、ファンって言ったらさ、友達になれないから、なれないのかなと思ったのかもしれないけど、そう、でも私のこと見てくれてる子でも、今友達の子全然いるから、はい、なんかだったら嘘つかずに、そうね、いつも見てるよ、仲良くしたいって言ってほしいよね。そう、その方が逆にそういいんですよね。そう、だから多分言った方がいい、知ってるの。そう、
いつも見てるよみたいな。そう、だから素直に聞いてほしい。そうね、こっちからしたら。ぜひ私と同じ高校になる方声かけてください。本当に声かけてください。本当にお願いします、はい、ちゃんとね友達になれますから。そう、なれるね。うん、ぜひお願いします、お願いします。中学と違うこととかってありました？高校なんか全然違うなって思ったこと、マジで全部違う。まず人が違う、もう環境が違すぎる。中学の子と全然違うかも、高校。そっか、どういう風に違うんですか？ウェイウェイ系？もうみんなおしゃれだし、みんなもう流行りの最先端みたいな。やっぱ高校になると変わるのかな。中学と高校の間って全然違うんだなと思って。私も中学と高校の間でピアス開けたり髪を染めたりとか、なんか垢抜けしたりしてて。言葉遣いとかも違うんですか？違うかも、なんか中学校のみんなは言葉遣い、丁寧みたいな子が多かったけど、はい、高校ではもう最初から友達みたいな感じで来たりする子が多くて、ダンスとかですか？ダンスとか女子とか、みんなもう初対面タメ口で、友達の友達は友達みたいな。しかもなんかインスタやってる子増えるじゃないですか。増えるね、高校になったら。だからなんかそう繋がるそのルートが増えるじゃないですか、だんだん。でもまだ理解できてないのが、そのインスタ繋がってるだけで仲良くなれるとか。しかもフォロリク来ても話したことがない子じゃないとオッケーできないですよ。私も、私今69人ぐらい無視してるもん。ですよね。これは私の勝手な妄想だけどさ、私の学校を特定した人がいて、それになりすましてホロリク送ってくる子がいたとしたらさ、超怖いじゃん。なんかインスタ問題ちょっと。そう、インスタってマジで人脈広がるし、いいものだけど、ただ使い方によっては結構やばいじゃないですか。ね。だからなんか使い方考えないとなって思ってて、怖いよね。ちょっと DM とかさ、やり取りしててさ、一部だけ切り取られて悪い見方されたりしたらさ、めっちゃ嫌だしさ。こういうのさ、インフルエンサーだからじゃなくてさ、みんなもそうだけどさ、みんなも SNS の使い方でマジで気をつけるべきです。本当にそうですね。あと委員会とか部活ってやったりするんですか？私はもう何にも入ってませんね。やっぱそうですよね。なんかもうやっぱり収録で学校行ってるから、ただでさえ1日空いてる日が日曜日しかないからさ、ですよね。撮影とか他のお仕事とか、もうできないから、部活やるってなると、その平日の放課後も撮影に当てられないから、それはきついなと思っちゃって。ですよね。いや、今もなんか英語部今入ってて、でもマジで週1の部活だったんですね。なのにマジで月に1回とか2回しか行ってなかったんですけど、英語部があるんですよ。週1なんですね。でもその週1って結構大きいじゃないですか、少なそうに見えて。だからもう入るか入んないか迷ってて、しかもなんかその本当に仲いい友達が欲しいので、人脈も広がるじゃないですか。部活入ったらやっぱ広がるね。入んないっていう選択もやっぱあるのかなって思って。いや、でも早く家に帰りたいんですよ。わかるわかる。だからもうちょっとやっぱ入るかな入んないかなって思ってて。そうだね。でも私は部活入ってたら絶対無理だろうなって思うね。だってなんかその平日の5時から仕事入れますかっていう時とかは、学校終わりだから OK ですってなるけど、部活あったらさ、5時からとか無理なわけじゃん。そうなんですよ。やっぱそうですよね。やっぱそうしよう。入らないんだけど、一応ちょっと先輩怖くない？いや怖い。先輩からの誘いとかってマジで怖いじゃないですか。先輩から遊びに行こうって言われます？言われない。 LINE 交換しようとか言われる。遊びの誘いとかも怖いね。確かにね。楽しいかも分かんないしね。そうお互いその踏み込んだ話もできないし、相談とかもできないから、何話せばいいのってなっちゃう。いやマジでそうなんですよ。でも断れないよね。断れない。放課後とかは行かないんですか、友達と遊びに？あ、行く。放課後何もない日はなんかクレープ食べたり。いいなぁ。青春ポリポリしてます。いいなぁ。カラオケ行ったり。あ、え、マジですか？何人ぐらいで行くんですか？3人かな。でも多い時は6人、5人とかで一緒に帰ったりする時もある。いやマジで放課後遊びに行くことしたくて、なんかミスドとか行ってます。いい。行きたいけど学校が OK なのか分かんなくて。あ、そっか。そうなんですよ。寄り道 OK がね。そう、一回ちょっと探り探りで行こうかなって思って。放課後遊ぶのはやっぱね、いいね。なんかちょっと仲良くなりたての時とか、放課後ちょっとの時間話すだけでもやっぱ仲良くなるから。ですよね。最初仲良くなり始める時とかはちょっとカフェとか行ったりしましたね、放課後。やっぱそうですよね。ちょっとじゃあ今もカフェ行きたいと思います。うん、行ってください。じゃあそして一緒に行った友達は私と仲良くなりかけって思ってもらえれば、これから仲良くしてこって思ってもらえれば大丈夫です。仲良く
くなりたいって思ってるって。そうそうそう、そういうことですというわけでですね、今回はこんな感じで終わりたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。参考になりました。なりました。あ、よかったです。やっぱあの本当に全員言ってるんですけど、ヒワの一個上を行ってるじゃないですか、その先をだからもうずっとサキちゃん見ながらこう行ってるんですよ、今も同時並行で。いや本当にだからいいお手本。うわ、嬉しいですね。私はちょっと高校になったらおさきちゃんみたいに、うん、なれるように頑張りたいと思います。嬉しい、頑張ってください。ありがとうございます。またぜひどっかに遊びに行ってください、うん、ぜひ遊びに行きましょう。落ち着いたからね。そう、うん、そうなんですよ、落ち着いたから制服でどっか行きたい。え、行きたい。マジで制服デートしようよ。制服デートしましょう、どっかで。ぜひ皆さんお楽しみにしていてください。あと、あのおさきちゃんの方でもいろんな動画を撮っているので、はい、ぜひ見てください。見てください。お願いします。お願いします。では次回のひまひまチャンネルもお楽しみに。バイバーイ。バイバーイ。ありがとうございました。ありがとうございます。 JK ひまひまです。 JK おさきです。嬉しい。はい、ありがとうございます。いいですか、聞いてもしてください。おー